の、何でも相談室です。ご相談をお受けしています。勉強は好きなのに得意ではありません。前回お質問にお答えいただきありがとうございました。私は知的好奇心がすごく強いんだと思います。中学生の頃から図書館で宇宙の本や勉強を読むのが何とも言えない幸福でした。秘密基地が好きでしたが、それを作った時と同じようなワクワク感で読んでました。何か新しいことを知るのは楽しいし、他の人に伝えるのも大好きです。将来は科学者になりたかったのですが、学校の勉強だけで精一杯だったので、 今はもう研究者にななるのは難しいいかなと思っていますこんなことを相談しても知るかよって思われるかもしれませんが自分もなんで勉強が好きなのにできないのか分かりませんうん勉強ができないってどういう意味で言ってんのかなうんでも書いてる文章はちゃんとしてらっしゃいますよねだから 自然言語の処理はうまくできるわけでしょ。勉強ができるってどういう意味で書かれてるのかなあの、いわゆる歴史とかの年号とか暗記するってのは全く意味がないわけじゃないですか。あれはテストのためのテストだから。で、問題は、あれですよね。数学数学がどの程度できるかっていうのは確かにある種の能力ではあるから、あの、数学がお得意ではない。 のかなどうなんだろう。まあ、でも、数学ができなくても、プログラミングはできますからね。プログラミングってちょっとまた別の能力なんで。ですから、あの、なんか、おそらくね、勉強ができないということを、テスト、だ学校の勉強で精一杯っていうのを、だからテストでおっしゃってると思うんですけど、テストを気にする必要はそこまでないんじゃないかなと思うんですよ。 問題はどっちかっていうとその、うん、いわゆるプロジェクト型学習っていうか、何かをやろうとしたときに、じゃあ、例えばそうだな、えー、なんかを、まあ、例えば家の中で、えー、障害物を避けながら歩き回るロボットを作ろうっていうプロジェクトを作ろうとして、じゃあそのためには何をすればいいのかっていうことで、えー、そのプログラム勉強したりとか、あるいはどういうハードウェアがいいかとか。 でその時に中でじゃあ障害物を避けるということを実装するためにある程度数学とかロジックが必要だとするとその時に自分で考えればいいんじゃないのかなだからあんまりテストというよりはそのプロジェクトをやるためにで時間かかってもいいわけじゃん少しずつやってもいいわけだからそういう形であのプロジェクトベースの、えー、取り組みをされるとそのテストっていうのはやっぱりそのなんか 同じ状況でみんなで良い論で似たようなことをやるっていう意味での競争、比較に過ぎないんで、それが全てじゃないからね。うん。好奇心って、だからプロジェクトやるためにはすごく大事なことなんで、え、そっちの方に行かれたらいいのかなって僕は思ったりもしましたけどもね。ぜひまたちょっとあの、え、何でも相談していらしてください。あの、好奇心ってね、やっぱり無限の世界に向き合うためのドアなんで、ぜひ好奇心を大事に。 されて、えー、またの何でも相談室に相談にいらしてくださいお待ちします。